始まりました。ニコイチのってんです。みたです。なんと U-FEST ツアーファイナル in 東京に出演させていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それとともに先輩 YouTuber さんに U-FEST についていろいろお伺いしたいと思います。いやすごいな、すごい緊張するな。バクバクやな。うん、でも楽しみだね。ではもうすぐ本番が始まるので準備してきます。みんな会おうね。盛り上がっていこう。行ってきます。行ってきます。バンダム TV ニコイチのってん。バンダム TV ニコイチみったん。ライトを Q をお願いします。レッツジェスチャー。さあ出ました。さあまず1問目ゴルフ正解。さあ続いて叩いてる叩いてる。何か太鼓正解。正解。さあこれはサッカー終了。はい、改めましてニコイチののってんとみったんです。ニコイチは私たち2人が対決企画やゲーム実況などジャンルを問わずとにかく面白いと思ったことを動画にして YouTube チャンネルバンナム TV にて毎日19時から配信しています。はじめまして。はじめまして。バンナム TV ニコイチののってんとみったんです。みったんです。はい、よろしくお願いします。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おぉ、すごい。もう女性にこう左右囲まれるってあんまないんでしょ。緊張してます、はい。今回は3点質問があります。はい。まず1つ目に、大阪公演と東京公演違いっていうのは違い、はい、まあでもやっぱりこうお客さんはもちろんほとんど違うと思うんで、はい、盛り上がりもまあハイタッチもまた違うファンと触れ合えてそれが嬉しいっていうのと、まあ、やっぱ東京は東京でファイナルで2日間あるんで、やっぱりなんかこうファイナル感を感じます。すごいファイナル感、盛り上がりを感じております。今日初めて関根さんの その生の、はい、ビートボックス、そうビートボックス聞いて、はい、もう心臓がドゥンドゥンって、感動しました。 ありがとうございます。実際にこうライブに来ていただかないと分かんないリアル感みたいなのは多分ユーフェスにあるんで、まあこういう機会嬉しいですね。2点目、はい、2015のユーフェスと2016のユーフェスの違いっていうのは、ああまあでもお客さんの中でもなんかユーフェスが定着して、こうなんかユーフェスってこう学校とかで行っても伝わるような、みんな知ってる、うん、感じを僕は感じますね。ああ、はい、浸透してってる、浸透してる、なるほど。去年もうまくいって今年もうまくいって来年になってもうね、学校でお前ユーフェス知らないのなんてなるかもしれませんよ。なんか遠足とかでユーフェスに行くとかいう学校が出てきたらそれはやばいっすね。はい、最後に3点目に東京公演で感じたこと、それはもう一昨年のユーフェスとか去年の大阪公演とかも一緒で、うん、暖かいんです。あ、そう、もう出てくだけでわーって言ってくれるっていうのは YouTuber のウームのなんかこうみんなホームで楽しめるあイベントです。その私たちのことを知らない方もまだ多いと思うんですよ、ね。まあそうです、ね。なのに頑張れとか聞こえてきて、すごい拍手とかね、助かるんですよ。みんなね、 YouTuber を応援してくれてるファンっていう感じがして温かいです。最後に、はい、ファンの皆様に一言お願いします。はい。U-FEST たくさんの皆さんご来場ありがとうございます。YouTuber ね、本当に一生懸命頑張ってるんで、今後の U-FEST もぜひチェックです。バイ。のってです。みたです。せたこじです。ちょっとここはどこなんですか。ここは、はい、U-FEST東京の会場の楽屋です。楽屋ですね、楽屋ですね。物置感がすごい出てます。出てました、この後ろのこれが。これが物置感出てますけど、これ楽屋の端っこで撮ってますよ。今そっちでみんなもう YouTuber がいっぱい控えてるんですよ。はい。で、今日は何だ。はい、今日は瀬戸康史さんに3個質問があります。お、お願いします。はい、1つ目。今まで回った U-FEST 2016年、はい、大阪ですね、はい、大阪と今回の東京ファイナルの違いをお聞かせください。はい、ね、まずね、大阪公演と今回の東京公演の違いは、あの東京は2日間あるってことです。あの大阪の時は、まあ、もうやる側視点なんですけど、あの1日やれば終わりっていう感じだったんですよ、大阪の時は。今日やってもまだ明日もあるから、ちょっとこのペース配分が初めてだね。2日間公演が多分今回 YouTuber のやつ、ユームのやつ始めたから、このやってる期間の動画を用意しとかなきゃいけなかったりするから、そういうのでこう、わあ大変だって言ったりとかしてます。では2つ目、
2015年、去年の U フェスと、はい、今年の U フェスの違いを教えてください。はい、去年は豊洲でやった U フェスに僕出たらしいんですけど、さっきあのマネージャーの人とかにも確認してあのね、あのちょっと去年のことなんだけど、ちょっと あんま覚えてなくて、あのやっぱ1年って長いよね、すごい。あー、そうですね。でちょっと聞いたら審査員とか やってたっていうのはちょっと思い出したんですけど、なんかみんながゲームやってるところで僕審査員とかなんかやってたみたいです。今年の U フェスからは僕ちょっとライブステージにちょっと出させてもらったんですけど、去年もやってなかったんで、その違い、僕がライブちょっと初めて挑戦したのが U フェス2016です、ね。あー、はい、ミサキ TV さん、ミサキ TV ですよ今日もやりますよ。カラオケ配信もされて、カラオケもね、ちょ昨日から歌えるようになりまして、ミサキ TV ラップをみんなね、カラオケでも歌えたってないなってないですじゃあ最後、3つ目、今回 U フェス東京ファイナルの意気込みをどうぞ。はい、ファイナルの意気込み、あのね、もうすでにね、ももがすっごい痛い、もうずっとしゃがんでるから3つ目の U フェスの意気込み、はい、すいませんあの、頑張るよ頑張るよ、東京はやっぱり一番もファイナルですから頑張るよ。で、僕のライブ一番も大阪の時にすげえ嫌だったライブも、もう助っ人が来たんですよ、はい、で、僕の歌う歌詞の量もとかもすごい減って、あの負担が軽くなったんで、すごい楽しいライブできそうです、今回は。他のゲームコーナーとかも全部頑張りますんで、よろしくよろしく一緒に頑張りましょうはいはい、乗ってみたも頑張ってね、ありがとうございます、はい、じゃあ本日明日とよろしくお願いします。よろしくお願いします。